不登校情報センターは東京都江戸川区に所在する NPO 法人。不登校、引きこもり、発達障害に関する当事者、支援団体の情報提供を目的に設立し、不登校、引きこもり経験者の自立とその家族の相談を行うとしている。理事長は松田武美、訪問サポート部とかネット代表は藤原博美。 通常の相談活動を除く定例の相談会として、東京都杉並区社会教育センターの協力と、区内フリースクールにより、毎年春秋の2回開催している。また、名古屋の木村登校拒否相談室と協力し、年10回程度愛知県周辺で開催している。不登校、引きこもり経験者の対人関係づくりを目標とするフリースペースを設けている。 ワークスペースでは支援団体などの情報提供を当事者がウェブページの作成作業をそのための情報収集などの事務作業をしている公式ホームページにおいてこのサイトは引きこもり等の経験者という素人グループが制作していますとしているがウェブページの大部分は素人レベルの技術とは言い難いウィキやワードプレスなどのコンテンツ管理システムの独自導入と 運用により制作、管理されている。また、ウェブサイトの収益化に積極的であり、有料バナー広告枠を独自に販売し、さらに、クリック報酬型広告を多くのページの複数箇所に掲載し、ほぼ予定レベルに到達しているにもかかわらず、情報センターとしての収入が追いつかず、合計100万円程度の未払いが発生しているとしている、不登校。 引きこもり経験者ゆえの社会経験の乏しさ、自己肯定感の欠乏による、権利意識の低さ、家族が養ってくれるため自身の稼ぎへの無関心、家庭外に居場所を失う恐怖感なども重なり賃金未払いを不問に伏しやすい下地となっている。フリースペースワークスペースという平気表現が多い、ことからも、どこまでが労働か、そうでないかの線引きが曖昧であり。なお、 CMS によるウェブサイトをチームにより分担して制作することは作業の上流に相当する CMS の独自導入カスタマイズメンテナンス作業はプログラミングレベルであるが末端の作業者は HTML、CSS よりも簡単にウェブページが作成できる反面日本語入力とよそでは応用が効かない記号入力で作業が締められるので単純作業の息を出ない 同センターでは、ウィキ教室を開いているが、これは、素人が、ウェブサイト制作の末端に、同センター限定の即戦力として加わるためのもので、あり、素人が、CMS の上流作業やプログラミングを習得し、スキルアップを図れるものではない。よって、末端の作業者が、スキルアップして、就労に役立てたりすることが困難であるのと同時に、 作業の上流にあるものもスキルを生かして、キャリアアップしようにも、絶対人数の少なさゆえ、他に変われる者がいないと、残留を強制されなくても、同調圧力が作用すれば、意に反して、同センターを抜け出しにくくなる可能性もある。このように広告収入を得られる、ウェブサイトの作成、運営など、通所者に、経済活動を行わせている反面、松田理事長は、今現在も、 就業支援を NPO 法人の支援方法に加える条件はないし、それを望む通所者はいません。と明言しており、受けられる支援の表彰と理事長の運営方針が異なる。経済的自立や一般企業での就労を目指す者はミスマッチングを起こしかねないので留意する必要がある。引きこもりの当事者を中心に、 関東の広域に居住する10代から30代の人への訪問サポート活動。引きこもり状態にある人たちの交流を目的とする文通を仲介。ただし、文通トラブルに関しては、一般雑誌の文通仲介コーナーと同等の対応が見られた。不登校、引きこもりの経験者等の創作作品を会場を借りて展示、販売する。ウェブサイト上での販売拠点が、 歩み書店である。著作者が販売、商品化を希望しない、創作店への出品物や、解放、引き込みの掲載作品が、著作者の知らぬ間に商品化、冊子化され、著作者の許諾を得ないまま、創作店や、かつての、歩み雑貨、書店で販売されるトラブルが起きたことがある。販売委託に付随した契約の締結。 利行及び販売の管理は図んであり、理事長もそれを認めている。これに関連して作者が自力で解説した HP を当初、不当向上法センターの制作によるものとネット上で紹介し、作者の講義を受け削除したこともあった。ありがとうございます。